方も似てはります。仕上がってますね。仕上がってます。いいですね。我々さやかとしてね、漫才や優先というユニフォームで出てきてるもう、そうなんですよ。僕阪神ファンで、はい、ありがとうございます。僕がですね、もちろん関西に僕住んでるんで、はい、応援してるのはもちろん阪神なんですけど、はい、僕はね、正直にプロ野球とかに全然詳しくはないんですよね。そうなんですよ。まあ今日はトラワンということなんで、はい、元気いっぱいやっていきたいな言うてます。だ今日はちょっとね、僕がね、あのタイガースのオリジナルゲーム考えてきたんですよ、はい、オリジナルゲーム、はい、それちょっと披露したいなと思って。あ、はい、じゃ あ、まあみんな真似できるかもしれない。そうです。あっち向いてホイのタイガースバージョン、あっち向いてホイのタイガースバージョン、菅野ってこい、ね、あっち向いてホイのタイガースバージョン、菅野ってこい。すごいピンポイントでなんか言うかいけど、やっぱりライバル球団もエースですから、そこに、はい、そこはやっぱ負けられへんなということで、はい、まあ、ルールはあっち向いてホイと一緒なんですけど、あ、一緒な、はい、グーチョキパーとかがやっぱ変わってきます。ほう、まずチョキ、ほう、チョキが、これチョキ、ラパンパラですね。ラパンパラがチョキ。ラパンパラって言うんや。ラパンパラ知らんの。あ、ちょっと僕詳しくないから。マルテ選手がホームラン打った時のラパンパラ、それがチョキ。そう、これがチョキ、チョキっぽい。まあ、僕はもうここをチョキ。じゃ、足せえ。これウサインボルトや。こうやって始めてラパンパラ言うてくれない、分かれへんから。足せんと、これそう、ラパンパラチョキ、ラパンパラ。なんかふざけてるお前、こっち真剣やねんけど。ふざけてはね、丁寧に教えてくれや、知らんやつにも。お前が丁寧に教えてくれ。関西から追い出すでも、なんでそんなことされたので、次パーね、パーね、次パーこれパー、なんなんそれ、大拍手、見て、すごい拍手起きてるやん、ね、なんハッピーハンズ、ハッピーハンズ、そうや、去年までおったサンズ選手のホームランパフォーマンス、これパーやろ、めっちゃ。ああ、なるほど、ここパー。顔せえこれいいねん、これすげえねん。むしろもう手いらん、顔だけでよ。これは違うんじゃん。それぐらい顔が重要やん。そうね、これだけやと意味ない。そう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 、これがパー。そう、で次グー、グー、これこれは何、わ、原監督のグーだろ。やばいやん。ああ、言われてるやん。ただそん代わり、そん代わりグーを出した瞬間に負けです。はい、全員これはね、はい、じゃんけん成立してへん。それはそうです。じゃあ、チョコしたら負け。じゃあ、チョキかパーやねんから、2人揃ってずっとこうやるだけやろ。ずっとこうやり続けるだけやろ。グー攻めてなんかないの、なんかやろ。ヨーカー選手の、あのゴリラポーズ。ゴリラポーズ、胸高くやつ。あ、じゃあ、グーはこう、グー。そんなゴリラではないねん。知らん。前見たことある。野球選手のホームランってこんなんなってる。知らん。ゴリラポーズって言うか。なんかいじってる、ヨーカー選手のこと。知ってはない。ゴリラちゃうよ。ゴリラポーズって聞いたから俺はそういう感じ。ゴリラポーズこうや。どこがゴリラこれぐらいでええねん。どこが流れやから。ゴリラってこっちじゃないの。流れでもう優しくや、人間やから。こう、ピロピロピロってやってるから。大ピロピロでいいや。これがグー、グーで、あっち向いてホイで、ジャンケンしてあっち向いてホイかと、2人であっち向いてホイ。だからタイガースのあっち向いてホイはあっち向いてホイ。何あっち向いてこい。それは何、セットポーズ、サンドセル、あっち向いてこい、セットポーズ。そう、菅野打ってこいよ、これ菅野打ってこいやったら取れないよ。うん、Z をやる。だから、だからこうやったら Z、基本こっちやん。成立してへんやん。こっちしかないよ、上下ない。まだこんなん無理やん。こうやん。だからこうやって上か真ん中か下か分かりにくい。だからこう見るか、こう見るか分かりにくい。 3種類、そう、斜めの。これが、菅野ってこういうの基本ルールで、まだあるで、ルール。まだそう、これ言うたら、まあ、ここまでやって、まあ、外れるとするやん。ああ、これを1回やるんですよ。ああ、で、5回やって引き分けた場合、まだ続いてる場合、決まらんかったと、とりあえず5回終わった時点で成立。成立成立したの。それは何なんそれ。いや、甲子園で5回裏にあのグラウンド整備あるから、それをあっち向いてこいに関しては足元関係ないやろ。で、そこは甲子園に寄せて、そう、で、そう、で 5回も引き分けで、6回も引き分けで、7回、次7回やってなったら、その前にジェット風船、それ持ってきといてな、風船。あっち向いてほいでジェット風船やな、持ってきといてやつなんですよ。持参、うん、持参、持参で、で、それ終わって7回やって、それも引き分け、もしね、8回やって、それも引き分けってなったら、9回、次最後9回やってなるだったら、その9回の前に2人で1回リンドバーグ歌う。なんで
なんで？いや、それはいるやん。あっち向いてほいで。9回の前はリンドバーグで決まってんのか。9回まで決着つかへんかったらリンドバーグ一緒に歌うの。一緒、二人揃って今すぐ受け。そんなわけないやん。お前なめんねん。分かれへん。これやばいですよ、皆さん。何で怒られてんのか分かれへん。そんなわけない。って言うだろ。エブリリトルシング、エブリプレシャスシングや。リンドバーグ。だったらこれ聞いとくよ。ちゃんと聞いとく。これじゃない。で、これ途中でも負けるなってなったら、帰ってもいいから。たまに言うんです、そういう人。僕は最後まで残る派ですよ。あるかもしれない。で、あれ家帰ってテレビで大逆転してて、めっちゃ後悔するんですよ。いやいや、たまにたまに最後まで見とったらよかったな、あるかもしれんけど、そういうやるの。お前絶対車で来んなよ、これやるの。なんで駐車場ないからね、このゲーム。あっち向いてホイに関しては駐車場関係ないやん。 OK。 あっち向いてホイするために車で来るか。で、買ったらさ、ヒーローインタビューもあります。何を言うてんの。買った人ヒーローインタビュー。で、今の気分はって聞いて、必死の勝ちでやりましたって言ったらセーフ。だから明日も勝つって言うと思ったらアウト。負け。負け。明日も勝つ。え、やった上で。やった上で勝った方がヒーローインタビュー受けて、負けた方がヒーローインタビューします。そうで、必死の勝ちでやりましたって言ったら初めて勝つ。そこで。いや、明日も勝つって言ってもったらもうその時点で負け。勝ちでええやん。それ。いや、そっからもう12回負けるから。それも勝ちで。勝ちだもん。勝ちで言うてんねん。もう阪神では金庫やん。なんで言うの。もうあんま聞かんといて、もう思い出ささんといて。じゃあお前があんまり言わんといて。お前が言うてきたルールやから。じゃあとりあえずやろう。これが全部ルール。いくで、いくで。最初はグーフ。ごめん、もう一回言います。もう一回行こう。合ってるやん。菅野打ってこいね。これがグーフ。あ、そうそう。最初はグーフ。菅野打ってこい。負けた。オッケー。あっち向いてホイ。おーしゃー。さあ、ヒーローインタビュー、今の気持ちを教えてください。明日も勝つ。言うてるやん。どうもでした。